皆さんこんにちは。それでは一橋大学2021年、第5問の解説を始めます。問題文は次の通りです。サイコロを3個投げて出た目を順に ABC とするとき、インテグラル A-1 から A プラス 3X-BX-CDX イコール0となる確率を求めよう。はい、ということで、積分と確率の融合問題と言えばいいんでしょうか。たまにこういう問題出ますよね。でもですね、正直あんまり面白くないです。なんでかっていうと、この積分と確率をですね、無理やり混ぜたような感じになっていましてですね、本当にこの2つ、基本的には高校数学の範囲ではね、あまり交わりがない分野ですから、まずこの積分をね、処理してから、もう完全に確率の問題として解くっていうことがほとんどになります。もちろん大学以降に行けばですね、その確率論っていうのはもうバンバカ積分とか出てきますよ。でもそれは基本的に大学以降の話であって、ここ数学の範囲では、微積とね、確率っていうのは基本的には縁がないものなので、ということで、なんかそういうもんだとね、割り切ってしまって、まずこの積分をある程度簡単な形に落とし込むと。そしたらもうそれを、確率の問題として解くということでね、個人的にこういうふうな脈絡のない、融合っていうんですかはあまり好きではありませんということなんですけどね。はい、そんなこと言ってもしょうがないですので、やっていきたいなというふうに思います。ということで、こういう条件が与えられていて、これがゼロになるのはいつなんだいということですよね。一応言っときますと、これ計算すればいいだけといえばだけなんですけど、計算せずに済むんじゃないかということもなんかね、一応簡単には、一応少しはね、考えておきたいことですよね。積分が0になるときっていうのは、基本的にはこの A-3 と A プラス3、積分区間が0になっちゃう。ね。始点と終点が一致するような積分というのは0になりますよね。それが一番簡単な積分が0になる場合です。そういう場合が問われてるのかなと思ったら、でもね、A-3 と A プラス3ですから、これ絶対等しくないようがないですから、この積分ね、二次関数ですけど、二次関数が、なんかプラスの部分とマイナスの部分がなんか合わさってプラマイゼロで消えてるよと。要はそういう状況を考えてるわけですよね。なので、なんかそういうふうな積分のね、うまいこと使って、できるのかなというふうなのはちょっとね、考えますけど、どうやら無理そうだということで、もうこの積分を愚直に処理していくということですか。はい。ということでやっていきましょう。この括弧の中身を、展開します。A-3 から A プラス3の、X 次乗引く、B プラス CX プラス ABC。ね、それの、DX が0と。ということで、X 次乗ね、積分していきますと、3分の X3 乗ですか、引く2分の B プラス C の X 次乗プラス BCX と。ね、でそれを A-3 から A プラス3まで代入したら0ですよと。これちょっと計算がね、大変かもしれませんけどね。はい、3分の1の後ろ引く前。それから引く2分の B プラス C の、後ろ引く前。そして最後、BC の後ろ引く前と。いうことで、もう本当に愚直に計算するだけ。これが0になるのはいつだいということで、3分のですね。はい。この括弧の中身から何が出てくるでしょうかと。A3 乗、3次の項は消えます。次の2次の項は 9A 次乗プラス 9A 次乗で 6A 次乗というのが出てきます。1次の項は消えちゃいます。定数項27足す27を3で割って18とかいうのが出てきます。はい、それから後ろですね。2次の項は消えちゃいます。1次の項は 6A 足す 6A 割る2で、6A の B 足す C とかいうのが出てきます。で、定数項も消えちゃいます。最後、後ろ 6BC ですね。はい。いうのが出てきます。そしたら、6。約分でいきますね。はい。そしてですね、ちょっと書きますか。この形が重要なんでね。A 次乗を引く A の B プラス C の BC プラス3イコール0と。ここまでは、全員行くでしょう。おそらく計算ミスしてなければね。じゃあ、これを満たす、ABC 整数で、1以上6以下ですよね。どうやって見つけるんだという話になりますけれども。このままやるのはちょっと大変そうだなというふうに思うわけです。だからもうちょっと形がね、見えやすいようにしたいわけですけど、
これ、できれば思いついてほしいところですか。この a 次乗、引く ab、引く ac 足す bc って、ここの部分の形をなんとなく見て、これ、ここの部分だけ取り出せば、a 引く b、a 引く c って、因数分解できるな、ということにね、なんとなく気づいてほしいところでしょうか。プラス3というのはね、後ろにちょっと余っちゃうんですけれども、そこね、マイナス3というふうにくっつけてあげて、これでね、めでたしめでたしという感じかな。ということで、こういうふうにすれば、整数問題らしく、積の形がマイナス3ということで、だいぶね、整数問題でこういうふうに積の形にすると、かなり絞られるということで、かけてマイナス3になる2つの数の組み合わせって限られますよね。いうことで、これちょっと丸1というふうにしておきましょうか。はい。丸1を満たす、このかけてマイナス3、a-b、a-c の組は、組として考えられるのは、かけてマイナス3なので1マイナス3、3マイナス1、それから符号をひっくり返したらマイナス1、3、それから、マイナス3、1というのがあります。あとはこれら、最低限ね、あとは気合で調べましょうか。ABC はね、1以上6以下の整数ですから、簡単に調べられますよね。ということで、はい、ABC ね、組をね、全部開けていきましょう。こういうふうに考えていきましょうね。例えば最初の a-b が1で a-c がマイナス3の時は、a-c がマイナス3から取っかかってみると、a が一番小さい時に14とかいうのがありますね。142536とかあるんですけど、その中で a-b も1じゃないといけないので、25ですか。14とかいうのは b が0になっちゃうからありえないので、ac がまず25で差がマイナス3ですね。で、a-b が1だから、b は1ですね。それと、あと36で、b が、3から1小さい2っていう、こういう場合、2つあります。こんな感じで調べてってあげてくださいということですね。はい。今度 a-b、a-c が 3-1 の場合ですけど、まずはどうしようかな。a と b が41からスタートかな。それはありえますね。41で5の時とか、52で6の時とかってね、ありますね。はい。次ですけど、a-b、a-c、マイナス1、3の時ですけどね、これさっきやった 3-1 の場合で、b と c の役割を交代したものですから、この2つで b と c をひっくり返してあげる。4、5、1と5、6、2ですね。そして最後、マイナス3、1っていうのはこの 1-3 と b と c の役割入れ替えたやつですから、2、5、1と、3、6、2というのがあります。はい。こんな感じで、調べてあげると、6、8通りですね。いうことが分かりますので、これで確率計算ができますの8通りだ。ということで、全事象は何通りかというと、全事象は6の3乗で216通りで、これらは等確率。同様に確からしいので、確からしいので、求める確率は、といったところでちょうど場所がね、いい感じなくなってしまいましたが、求める確率はちょっとここら辺に行きますね。はい、6の3乗分の8、27分の1と、いうことになります。はい、ということでいかがでしたでしょうか。さっきも言った最初に言ったことですけど、まずは積分を処理する。これは愚直に計算するしかないような気がしますね。形が a-b、a-c 足す3ってちょっと最初の形と似てるので、ひょっとしたら何かあるのかもしれませんが、たかだか2次の積分ですから、計算しちゃっても全然問題ないですよね。で、この形だとちょっとわかりづらいので、整数問題っぽく下の形にして、そうですね、この abc、これを満たす abc、整数を求めたいわけですから、もうこういう形の整数問題を解くんだというふうにもう思っちゃうわけですね。そしたら、できる限り積の形にした方が分かりやすいよね。そうやると、結構絞り込みがね、簡単でしたよね。はい。ということで、比較的に解きやすい問題だったのかなというふうに思います。はい。ということで、今回の解説は以上です。今度が良ければ、高評価、チャンネル登録、ぜひともよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。